は鉄30歳おもちゃ屋タワごとの雇われ店長だ。ここのポップはもっと明るい方がいいな。あと店前の掃除少し甘いぞ。はい、気をつけます。オーナーの柳さんは超やり手、1台で会社を急成長させ近々4店舗目が出るらしい。それでは引き続きよろしく頼むぞ。はい、お疲れ様です。俺がおもちゃ屋に就職したのはモナリザカードというカードゲームが好きだったから。俺が子供の頃からあるそれは今でも子供に大人気。まあもう一つ厄介な奴らにも人気なんだけど、そろそろ来るだろうな。やっぱり来た。いらっしゃいませ。モナカーパック、こいつはおそらく転売ヤーだ。証拠すらないがほぼ確実にやってる。こいついつも大量にカード買うのに遊んでるの見たことねえんだよな。いい加減お前の買い占めは遠慮してもらうぜ。モナカーは1人3パックまでですけど。はぁ、なんで3パックまでなんだよ。箱で売ってくれよ。箱で何のためにこんな深夜に来たと思ってんだ。させん、転売対策なんで。かっく、客を転売や扱いするなんてどうなってんだ。じゃあ3パックでいいよ。買っていくんかい。はぁ、なんとか帰っていった。これで夕方子供たちが来ても大丈夫だろう。転売ヤーのせいで本当に欲しい子供たちが買えないなんて馬鹿げてる。しかし翌日、すいません、モナカーのパック欲しいんですけど。1人3パックまですけど。はーい、これでいいんでしょ。多分な。なんだ今日やたら大きいお友達が多いな。数分後、すいません、モナカー、モナカー、モナカー、お客さんさっきから一緒の人っすよね。雑な変装やめてもらえます。なにそれ、プライバシー侵害なんですけど。いや、これじゃ結局同じ人に売ってるだけだし、買い占めと変わんねえだろ。わかったわかった、もう来ません。店長、さっきの分でもう在庫が。なに、鉄店長、カード買いに来たよ。王子、そら、ごめんな、今日も売り切れちまって。また？最近全然買えないね。ごめんな、取り置きできればいいんだけど、店のルールでダメなんだ。すまん。店長。あ、かすみ、もうそんな時間か。さっき来る途中で気になる話をしてた人たちが。何？道端で大人が何人か集まって話してて、通り過ぎる時に見えたんですけど、モナカーのパック大量に持ってて、いつも買い占めしてたあの黒髪、ケンって呼ばれてました。そいつもいたのか？はい、間違いないと思います。多分あの人、兄弟とかお友達にカード買わせてるんだと思います。そこまでして転売を？もう許せ！絶対あいつらに売ってたまるか！コージ、ソラ、これはお前たちだけ教えるけどな。来週の火曜、モナカーの入荷日なんだ。まだ知らせも出してないから、この日に来たら絶対買えるぞ。ほんと？ありがとう、店長！翌週、カード入荷日。なあ！なんであいつらまた来てんだ！しかもよりにもよって今日！買えた？オッケー。おい、あいつら今日だけで何回買ってる？同じ人は来てないと思いますけど。お前視力いくつだ？俺が店に来てからだけでも3回は来てるだろうが！こんな雑な変装も見抜けんやつにレジ立たせられるか！でも残り3パックしかねえし、あいつ研究したろか！すんません。げモナカ買えるだけ。いい加減にしろこいつ。さ、先日あんたが他のお客さんと一緒になってパックを集めてたって聞いたんだけど、転売目的で買ってないっすよね。あんたたちに買い占めされると、これを欲しがってる子たちが買えなくなるんすよ。なんだよその言いがかり。参ったな、客を転売屋扱いかよ。それによ、一度買ったら消費者の所有物だぜ。パックの転売は別に違法でもなんでもねえわけ。安く買って高く売る仲介業者でもそうだろ。別に俺が転売してたって文句言う権利あんたにないと思うけど。資本主義にのっとってやってんだからさ。こいつただのバカかと思ったら全部分かっててやってやがる。取り置きは禁止、これ以上は何も言えない。こちらモナカーです。はいはい、最初から素直に出しゃいいの。夕方、すまん、カードもうないんだ。そっか、仕方ないよ、人気だもん。
ソラちゃんとも話してたんだけど、新しいカードも買えないし、どんどんついていけなくなってるんだ。だからもうモナカやめようかなって。そうか、カルスの子供たちにあんな顔がされやがって。全部やろうと思え、なんとか対策できねえかな。あ、モナカのアニメだ。すげえな、まだ新しいシリーズやってんだ。懐かしいな、アニメが好きでモナカ始めたんだっけ。それでおもちゃ屋の店長になれたってのに、今の子供たちには。待てよ、転売ヤーだけに売らない方法。いやでもこのやり方はさすがに店の利益も評判も落としかねえ。一体柳さんが黙ってないだろうし。よし、正々堂々勝負だ。正々堂々だよな。買い占めを防ぐにはこれしかないんだ。俺がクビになってもあいつらの笑顔が見られるなら。1ヶ月後、今日はモナカーの新作パックの発売日。間違いなくあいつは来る。正念場だ。らっしゃせー。あれ、モナカーの新パック発売日今日だよな。入荷してねーの。ありますよ、少々お待ちください。1人3パックまでってポップもなくなってるし、ついに諦めたか。こちらっすね。あー、これこれ、箱ごと取ってくれ。ありがとうございます。1箱30万円になります。はぁ、1箱30万です。いやいや、おかしいだろ。1箱30万って1パック1万円だぞ。メーカーが出してる価格と違いすぎるだろ。そんなこと言われてもうちはこの価格なんで。こんにちは、店長、モナカある？大工事、よく来たな。あの、買わないなら次のお客さんの対応しても。1パック1万なんて子供が買えるわけねえじゃねえか。1万円安心しろ、お前たちには定価で売るから。はあ、どういうことだよ。なんで俺には30万で子供には定価なんだ。おかしいだろ。客によって値段変えるなんて不公平だ。法律違反だ。それが全然法律違反じゃねえんだよな。なに、売る相手によって価格を変えるのは全く違法じゃねえの。映画館のレディースデーあるだろ。売り手が顧客によって値段を変えるのは合法なんだよ。今回うちはカードの販売情報や価格を提示してねえから、いいねで価格を決めることにも何の問題もなし。メーカー希望小売価格もあくまで希望価格、各販売店が自由に価格を設定できる。あんたにはどこで誰から買うかを選ぶ権利があるわけだし、別にうちの価格に納得できないなら買わなくて結構。クレーム入れたいなら好きなだけ入れれば。それとお前たちがやってる買い占めをして供給を減らすことで市場価格を釣り上げて高い価格で転売するってのは金融法では違反になるんだよ。でもカードの転売は今の法律じゃ取り締まることはできない。だったらこっちも資本主義のルールにのっとって対応させていただきますよって話。アンダースタン。5ページもベラベラと。リゼンの駅だかてめえは。ああ、あとあんたに協力してるやつら全員こっちで把握してっから、そいつらが来ても1万円ね。なあ、いやいや、あと我のくせに調子乗りやがって。本社にクレーム入れてやる。はいはい、お好きにどうぞ。待たせたな、ほれカード。うわー、ありがとう。店長、こんなことして大丈夫なんですか？オーナーに知られたら。ああ、大丈夫大丈夫、クビになる覚悟はできてるし、あいつらの笑顔を守れたんだ、悔いはないよ。店長。翌日、鉄はいないか。柳さん。お、鉄、お前いたろうな。いや、悔いはない、俺は正々堂々やった。よくやった。話は全部聞いたよ。私がおもちゃ屋を始めた時の気持ちを思い出させてくれた。子供たちに笑顔を届けたくて始めた商売だ。それを奪うような奴らは許せん。ただ今回の対応はやりすぎだったが、これは店舗全体で転売対策が甘かった私のせいだ。ありがとう鉄、君のおかげで大事なものを守れる。いや、柳さん。今後は店舗全体で総力を挙げて転売対策を行う。君にはそのリーダーになってもらう。ありがとうございます。勝手なことしてすみませんでした。その後、今回の俺の行動は転売ヤーによってさらされ、少なからず批判の声が届いた。でも後悔はない、俺はあいつらの笑顔を守った。今回の件がきっかけで他のおもちゃ屋でも対策を強化する店が増えていった。転売ヤーとして汚名を轟かせていたあの資本主義野郎はそこら中で出禁になっているようだ。ざま見ろだ。これで買い占めや転売がなくなるわけじゃないが、これまで買えなかった子供たちに少しでも多く
届いてくれたら嬉しい。店長モナカやろう。お、よーし、やるか。正々堂々勝負。